Hideo. Bonjour Hideo Kojima. Aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de vous questionner de manière un petit peu différente de d'habitude. Alors tout d'abord, je vais vous présenter des objets, puis dans un second temps, des images. Et vous me direz spontanément ce qui vous évoque. Allez, on va commencer. Voici le premier objet. Non, c'est ça, これですよ。これは全ての始まりです。 Le second objet maintenant. Non, il est juste doré. Une heure à peu près, je crois. En fait, j'aurais aimé savoir ce que vous inspirait cet inexorable mouvement du temps. というかですね、時間は人類というか生物から地球星から全部こう平等なんですね。宇宙の原理というか、まあ僕もジュリアンも24時間、1日は24時間で1年が365日しかないんですよね。どこの国もそうですし、性別が違っても人種が違っても年齢が違っても、裕福でもまあちょっとお金がなくても、 どんな人でもこれは平等なんで、この時間っていうのが僕の中ではやっぱり時間をどう使うかっていうのがそこのまあアイデンティティに関わるというか、すごい重要な概念だと思うので、で時間をまあ今回もテストでは扱ってます。 Allez, le prochain objet représente, vous allez voir, beaucoup de choses différentes. これ泣くやつです。あ、ここにちゃんと小ジプロのマークがついてますね。あ、これね。こいつを引っ張ると？あれ違うか。あ、これ違う。あ、これ違うのか。あ、そうか。あ、そうだね。これちっちゃい。これメーカーね。はい。これはあれですね。まあBBがゲームに出てくるんですけど、ノーマンをはじめその パフォーマンスキャプチャーをするときに本当の赤ちゃんを使ってなくて、こういう人形を買って、人形でミマーカーをつけてやったんですけど、あとチームができ始めてまだ本当にそんなにメンバーがいなかった頃からですね、最初に買ったのが備品というか人形ですね。で人形を買ってそのサイズ感とか、でまあ CGを起こしていったというか、 そういうこう結構懐かしいです。これ、はい、これ結構いいやつです。はい、まあ結構ジュリアンいいとこ狙ってきてますけど、まあ、僕は独立した時に52か3だったんで、綱時計でいうともっと落ちてる<笑>もうこのぐらいしかない、もうタイムリミットギリギリなのに赤ちゃんを作るという、まあちょっと無謀な 行為をしたというか、まあそれの象徴でもあったんですよ、僕の中で。もう一度作品作りをする、もう一度、スタジオを作って、まあ再デビューというか、生まれ変わるっていう気持ちもあって、この、その、まあアイコンとして赤ちゃんがあったんですけどね。 Allez, on enchaîne avec le travail de quelqu'un que vous connaissez bien, un collègue et probablement un ami. Oh, c'est Shin-chan,
En réalité, bah, c'est moi hein, sur le dessin. Ah, c'est vrai, mais moi, moi, je peux être. Yuji Shinkawa est une personne vraiment particulière chez Kojima Productions. そうです。独立した、まあ、当初のメンバーで、2016年の12月16日に、スタジオ立ち上げたんですけど、まあ、事務所がないので仮の事務所を借りて、で、まあ、4畳半ぐらいのちっちゃい一部屋なんですけど、そこで、まあまあ、師匠もいましたけど、僕がいろんなゲームを考えて、でしんちゃんが設定をするんですけど、コピー機もなかったんで、しんちゃんはもう紙だけで絵を描いてましたね。まあ、僕は自分のパソコンでシナリオとか企画書を書いてましたけど、まああれから4年弱ですけど、まあ、振り返ってみるとすごいこう懐かしいんですけど、まあ、もう一度のリボーンということで、まあ、よくぞここまで来たかなというのはあります。まあ、自分でも、まあ、結構不安はなかったんですけど、やっぱりでもまあそのこんなにうまくいくとは思ってなかったんで、非常にこう今発売を前にしてですね、非常にこう感銘というか感慨深いですね。まあ、あの頃って、まあ、人数もほとんどいなかったんで、映画を見てから事務所に行ったりで、しんちゃんも、まあまあ、ちょっと昼から来たりとかで、しんちゃんが来ると、ちょっとお茶でも行こうかっていうので、外まで行って散歩して、まあ、そこでゲームの話をしたりとか、すごいこう貴重な体験でしたね。今はそんなことはできないですけど、非常に自由にフリーに、ものづくりをできたというか、ちょっと懐かしいですけど、今もと。This is the last object. Allez, place au dernier objet qui est un peu spécial pour moi, mais aussi un peu pour vous. Pas d'autre for you. もちろん監督もスペシャルだと思います。あ、はい。フランスの、はい。大きいですけど。Yes. はい。これはどこにも出したいですかね。このおばちゃんですかね。はい。ちょっと持たないな。まだ持てない。あ、持てない。はい。Et puis, vous semblez aimer les acteurs et actrices français, le cinéma français dans l'absolu. French people, French cinema. そうですね。まあ、フランス映画は結構日本には入ってくるので、まあ、まあ、古いのも含めて見てますけど、まあ、そもそもフランス人が映画を発明したので、まあ、エジソンは発明していましたけど、映写機と撮影機が一緒じゃなかったんで普及しなかったんですけど、今のいわゆるそのスクリーンを全員で見て一緒のものをこう体感するっていうか、興行を考え出したのはリュミエール兄弟なんで、そういう意味ではやっぱり発祥の地ですよね。Allez, maintenant, nous allons désormais passer à des images. Et la première est issue du jeu et plus précisément de ma partie. In my game, it's trans. Ah, ouais. C'est beau, ça. C'est un peu de netabare. 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 C'est un peu de Bon, alors après, j'ai d'autres structures qui ont récolté plus de likes. Hein. Mais ce que je voulais savoir, c'est comment vous est venue l'idée de connecter les joueurs dans un jeu pourtant totalement solo. まあ、つながるというのはテーマなんで、お話とキャラクターと世界観とゲーム性をまあ同時に考えるんですけど、意識はいつもしてないんですけど、バラバラで自分では考えてると思って、ゲームこういうゲーム性にするとか、世界観をこうするとか、キャラクターをこうっていうのがあるんですけど、ある日突然それが一つにつながる時があって、なんで意識はしてないですけど、無意識には多分どっからのお味噌がこう連携を取って考えていると思うので、なんで何でしょうね、その世界をつないでいく男が一人で荒野を行ってて、でその先に自分みたいな人が世界中にいるっていう、そういうイメージがあって、そこからまあシステムを作ってっていう感じなんで、
おぼろげながらに最初の段階ではあって、それをこうディテールを詰めていってこれができたっていう感じですかね。まあ、僕のゲームだいたいいつもそうなんですけど、なんでいつ思いついたかってあまりこう最初の企画書にはもう書いてあるので、ただその具体的なことは書いてなかったと思うんですけど、なんで、おぼろげながらに頭の中にあったものをどん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 こうディテールを追加していって、でゲームを作って、それをフィードバックを入れていってソリッドにしていくというか、そういう手法です。まあ、答えにはなってないかもしれないです。Death Stranding nous dit que demain est entre nos mains. Mais vous, qu'allez-vous faire demain? ですね、まあ、スタジオ立ち上げて、最初の一歩をまず残したと。で、まあ、発売して、まあ、皆さんが気に入ってくれれば一番いいと思うんですけど、まだ最初の一歩なんで、赤ちゃんが、まあ、ハイハイから最初の一歩を出したんで、当然2歩目3歩目4歩目を出して普通に歩けるようにならないとダメだと思うので、まあ、デスストランディングを最初の一歩として、その次の足跡、その次の足跡っていうのを今考えて、どの方向に行こうかっていうのをこう模索しているところ、まあまあほとんどある程度決まってるんですけど、はい。まあ、BB と一緒でさ、小島プロダクションがまず生まれて、ようやく一歩出せたので、ここからどんどん成長していかないといけないの で当然スタジオがあるので、こういう大きなゲームも続けていきますし、もうちょっと小さなゲームで、とんがったものも作りたいですし、まあ、これは先になりますけど、まあ、映画とか映像の方も、まあ、小島プロダクションでできたらいいかなと思ってます。Et c'est pour un avenir proche ou pas? まあ、これ、なくなってしまった。僕のこれが少ないんで、まあ、そんなに未来じゃないと思います。So the last question. 最後です。OK, alors pour la dernière question, si vous étiez un joueur et que vous rencontriez Hideo Kojima, eh bien, qu'auriez-vous envie de lui demander? Which question do you ask to Hideo Kojima? なぜというか、その…モチベーションですね。そのゲームを作っている、何のために作っているかっていうのをちょっと聞きたいですけど。What is your motivation? 僕はですね、当初は、自分の中にいろんなこうイメージが出てきて、まあ、やっぱりものづくりが好きだったんで、作っている過程も好きですけど、なんで出てくるものを外に出すっていう、結果的にものが作られてたんですけど、もう20年ぐらい前からこのなんて言うんですね、世界中に僕のファンがいて、で僕の新しい作品を待ってる人がいるっていうのも実感としてあったので、まあ、僕のその余命ですよね、この。で自分のために生きるのはもうやめようと。で、世界中にファンのためにものづくりを続けようっていう、まあ、そういう決意をしたので、まあ、独立したのもそうですよね。もう結構な年なんで本当は引退なんですけど、やっぱり僕はここから、まあ、最後、まあ、残り時間は分かりませんけど、最後まで世界中のファンのために何かを作って、そのファンの人たちが僕のゲームを見て何かしら思ってもらえて、ちょっと幸せになって、で、彼らの背中を押すことで彼らも新しいなんかものづくりとかに参加してもらって。そういういい意味での螺旋というか、のができればいいかなと思って、まあ、それだけですね。お金儲けがしたいとかそういうことももうこの年ではないので、とりあえずファンがいるからこそ僕のモチベーションを持つというので、まあ、昨日もああいうステージで皆さんに歓迎してもらったんで、非常にこう嬉しいというかいい人生ですね。デスストランディングで、まあ、ジュリアンさんが最初はしごをかける、もしくはロープを垂らしたと思うんですね、最初の、ゲームのスタート地点で。で、その時は自分のためにはしごをかけたはずなんですよ。自分がそこに行きたいからはしごをかける、そこに降りたいからロープをかける、これ自分の他人のことは考えてなかったと思うんですけど、その後ですね、その自分がかけた橋あるいは置いたロープを見知らぬ人たちが通っていく、ですごい感謝される、いいねいいねって。でその時ジュニアさん思ったと思うんですけど、自分のためにしたことなんですが、それが他人に影響を与えてすごい感謝されると。でそこがもう心地よくなってくるじゃないですか。
で、次はじゃあそのはしごをかけようとした時にやっぱり人のことを考えるんですね。でそれが今の僕のものづくりですね。すごく非常に感覚的に近いと思います。ありがとうございます。Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup.